お前らちょっと待てよ、お前なんで俺喋らしとんねん、お前ら。だいたい俺お前今日 MC ちゃうぞ。俺お前ね、今日お前2番目か3番目に出てやな、感動的なセットで終わるはずが、なんでお前この後引き継ぐやつがおらんで、おい卓球帰ったやろ、ほんで卓球も帰ったし、お前石井も逃げたし、お前えらいやん、お前俺かまあええわええわ、まあとにかくね、明日まあオールナイトのイベントは今日でおしまいなんですよ。ほんでもね、20年間、俺も2003年からなんですよ。2002年にオープンして、年末にオープンして2003年の、早いうちから僕は参加してたんですけども、約20年間僕はお世話になってたんですよ。こんなに長い間お世話になったこういう環境っていうのは、正直俺も30年ぐらいやってるけど初めてなことで、で俺はもう本当に好きなことをいっぱいやらせていただいた、かつてない日本の最高のクラブでした。なので、本当に、皆さん、そして、アゲハのスタッフ全員にみんな言いたいです、ありがとうございました。またね。そして明日、ミミジクもまだちょっとやります。明日の1時から、午後1時から、夜の10時ぐらいまで、本当にグランドフィナーレということで、エンマとかね、エンマ君とか、ハウスの DJ が中心でやりますんで、まあ、アゲハらしいエンディングかなと思うんですけども、まあ、皆さん悲しみを、なんていうかな、なんていうかな、もう本当に噛み締めて最後まで遊んでください。どうもありがとう。